江那駅は岐阜県江那市大井町にある東海旅客鉄道、明治鉄道の駅である。駅番号は JR 東海が CF17、明治鉄道が11。JR 東海の中央本線と第3セクター鉄道である明治鉄道の明治線との接続駅となっている。明治線は当駅が起点である。明治線はもとは中央本線ともども、 日本国有鉄道の路線であり、当駅も国鉄の単独駅であったが、明治線が第一次特定地方交通線への指定を経て1985年に明治鉄道に転換されたため、現在の形となった。JR の運行形態の詳細は、中央線を参照、単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線を、 有する地上駅。1番線が副本線、2.3番線が本線となっている。上り列車については特急を除き、副本線である1番線に発着する。二つのホームは、ホーム東側にあるエレベーターが設置された湖線橋と西側の階段がある湖線橋で連絡している。駅舎は構内南側、単式ホームの中央付近にある。 東海交通事業の職員が業務を担当する業務委託駅で中津川駅が当駅を管理している。駅舎内部には JR 全線切符売り場などが置かれている。当以下利用可能駅であり、自動改札機が設置されている。早朝、深夜は無人となる。乗り場、JR 東海の一番線の東側にある東端式ホーム一面一線を有する地上駅。 JR のホームとは網で仕切られている。明治鉄道発足時に中央本線との連絡線が撤去され、JR 線とはつながっていない。駅舎は JR 駅舎の東側にあり、2階部分には市会員が入居している。窓口では1日フリー切符や他の割引切符、後見の乗車券類を発売している。窓口営業時間は7時30分、20時35分。 それ以外の時間は無人となり、自動券売機のみの発売のため定期券、回数券や一日フリー切符、後券の乗車券類等は購入できない。連絡改札口があるが自動化されておらず、JR 東海を当以下等で利用後に、明治鉄道に乗り換える利用客は、JR 東海の改札を出た後で、明治鉄道の乗車券を購入し、 改めて明治鉄道の改札口に入る必要がある。岐阜県統計所及び江名市統計所によると1日平均条項、乗車人員は以下の通り。現在の市街地は当駅を中心に形成されており、江名の町の元となった中山道を多い塾は、市街地からやや東に離れた場所に位置している。駅前にはロータリーが2つあり、一方がバスタクシー専用、他方が 一般乗用車専用である。バスタクシー専用ロータリーには、それぞれ専用の駐車スペースがあり、タクシーは駐車スペースを埋め尽くしていることが多い。ここに、江奈駅前バス乗り場がある。一般乗用車専用ロータリーはそれより小さく、駐車スペースはないが、朝夕は、学校帰りの子供を迎えに来る、親の車などの停車によって満杯になる。駅周辺にはいくつかの専門店や、 食品店のほか、大型スーパーが2つほどある。ありがとうございます。